こんにちは。お元気ですか？元気があれば何でもできる、イブセです。今回はですね、いろんなニュース情報をどう見ていけばいいのかという、そういうお話をね、していきたいと思います。私のところにですね、こういう質問が来たんですね。テレビや新聞などのメディアは全部フェイクだし、ネット上もデマ情報がいっぱい溢れています。真実を発信してくれる YouTube チャンネルや Twitter やブログは審査で削除されますから、私たちは真実を知ることができません。どうすればいいのでしょうか、そういうお話ですよね。そうなんですよ。裏社会の本当の闇の支配者たちがね、自分たちを隠すためにね、もう要はマスコミとかこういうもうネットもですね、支配してますからね、やつらの都合のいい情報しか出てこないという、そういう問題があります。これね、一体どうすればいいんでしょうね。それでは早速行ってみましょうね。まずね、結論から言います。すべての出来事、すべての事件の陰には必ず裏社会の誰かが金儲けしているってことを考えて、情報を、ニュース情報を深読みするようにするといいでしょう。深読みなんです。マネー主義に毒された連中がこの世界を牛耳ってますから、そういう連中が金儲けするためにいろんな計画を実行してるってことなんですよね。それを分かった上でニュースを見ていけば、深読みがちゃんとできるってこと、真実が見えてくるっていうことなんですよね。世界のどこかで戦争が始まったら、軍産複合体が儲かりますし、当事国は無駄なお金を使いますから金貸しが儲かる、そのようにできてるわけですよ。ですから、なんかね、こういう戦争が起きたっていうと、それを深読みしてください。そこに真実がありますから、とにかく戦争が裏社会にとっては一番儲かるんです。当事国の両方にお金を貸して儲けますし、武器を売って儲けるわけです。武器商人が儲けます。そのまた武器商人がですね、政府を動かしてますから、政治家がなんか変な発言したり、戦闘機を爆買いしたりなんかするのは、結局そういう裏社会の人たちに支配されてるからなんですね。で、戦争まで行かなくてもですね、二国間、日本の周りの人たちの国々と日本がね、緊張関係にありますよね。そういう緊張を高めるだけでも儲かります。分断して統治するという、伝統的な支配戦略ですよね。ですからね、いがみ合う、その2つの国がいがみ合うっていうのは、奴らの罠にはまったことになります。さらにこのいがみ合う感情を煽るような、そんな YouTube を、発信している連中は、闇の支配者の片棒を担いでるってこと、加担してるってことなんですよね。そのことにね、私早く気づいてほしいなと思います。確かになかなかね、隣の国と仲良くはできない、それは分かりますけど、感情をいたずらに煽るのは奴らの思うツボだってこと、そこら辺のことを分かっていただきたい。そういうふうに分断統治っていうことが分かってたら、ニュースの深読みができます。真実に到達することができます。何度も言いますけどね、奴らの罠にはまってはいけません。真実に目を向けてください。例えばリーマンショックとかね、世界恐慌とか通貨危機とかいろいろありました。アジア通貨危機っていうのありましたよ。で、世界のどこかが不況になると、優秀な企業が安く買えるようになりますので、投資会社が儲かります。また優秀な人材もですね、海外に流出するわけですよ。優秀な人材、技術者が日本からいなくなったら、日本はどんどん衰退します。また命を懸ける正義の政治家がいなかったら、日本はどんどん悪の本当隅か、福までになっていきますよね。
そこら辺のことをちゃんと理解していれば、いろんなニュース情報の深読みができるんです。グローバリストは国の運営しているものを民営化させて、そこを買っていくわけですから、民営化っていうとなんかね、いい話のように見えるけれども、あ、これでまた日本が変われるんだなっていうふうに、ニュース情報の深読みをしていただきたい。そこでは必ず金儲けする連中がいるってことですね。すべての出来事、すべての事件の陰には必ず裏社会の誰かが金儲けしているってことを考えて、ニュース情報、いろんなニュース、いろんな情報を深読みするようにしましょう。ただね、世界の支配構造ばっかり考えていると不安と恐怖が襲ってきます。ですからそこは注意しなきゃいけないと思います。どうしてもね、そういうニュースに触れると、そういう情報に触れると、ネガティブな感情に襲われてしまいます。あなた自身もね、そんな気持ちになってるんじゃないでしょうか。ですからこういうね、今世の中で何が起きているのか、世の中一体どうなっているのかっていうことにちゃんと関心を持つべきだと思います。そして世界はお金が支配しているっていうこともね、ちゃんと知っておくべきだと思います。マネー主義の人たちが世界を牛耳ってるわけ、支配してるわけですよ。まあそういうふうに考えるとね、ネガティブな気持ちになるかもしれませんが、その流れの中に自分は生きてるんだ、生活してるんだっていうことが分かったら、その中で、その上で自分はどう生きていくのか、政治にどう関わるのかっていうのを自分の頭で考えていただきたい。いいです。人の頭、人の言いなり、人の言うことにね、うなずくだけのロボット人間になっちゃいけません。自分の頭で考えてほしい。人それぞれ自分の使命を見つけて、その使命に生きていけば、ものすごいパワーが発揮できます。幕末の志士たち、志に燃える人たちっていうのは、自分の頭で使命に生きた人たちなんじゃないでしょうか。自分の頭で考えて、ああ自分の使命は一体何なんだろうって考えてほしいんですよ。ある人は政治に参加し、政治の力で奴らを潰すっていうことに使命を感じる、まあ、そういう人もいるでしょう。そういう人は本当政治の世界に飛び込んでいって、もう命をかけて政治をやっていただきたい。でまたね、奴らの悪巧みを暴露することに使命を感じている人もいるでしょう。そういう人はね、ジャーナリストになって深いところを見つけてですね、そういう情報を公開するっていうことにね、使命を感じてほしいですね。あとね、例えば奴らよりももっともっとお金を持って、奴らよりももっともっと力をつけるんだっていうふうにね、ビジネスに邁進する、ビジネスに使命を感じる、そういった使命感もあると思うんですよ。人それぞれ自分の頭で自分の使命を見つけてほしい。私が考えるのはね、世界中の人々がお金ではなく、そうなんですよ、マネー主義が支配してるわけですから、お金に左右されない人間が増えればいいんじゃないかと私は思うんですよね。好きなことを仕事にするようになれば、人々がみんな好きなことを仕事にする、まあ、そういうふうな風潮ができればですよ、裏社会の人々の力は低下すると思うんですよ。裏社会の人たちのために働く人がどんどんいなくなっていくわけですから、そういう会社っていうのはブラック企業なわけですよ。搾取される、ね、ピンハネされるような仕組みが今できてるわけですから、そのピンハネなんかもう嫌だって、そんな会社で勤めたくない、働きたくない。昔はね、外資系の会社って言うと、もう鼻が高いステータスでしたよ。大企業に勤めればね、就職が決まればみんなでお祝いしてました。だけどね、外資系企業や大企業っていうのはピンハネ構造の中にがっちりはまってるわけ。その歯車の一つにね、もうなりたくないっていうふうに考える人たちどんどん出てきてます。そして好きなことを仕事にするっていう、まあそういう人たち、そういう生き方をする人がね、ちょっとずつちょっとずつ増えてると思います。そういう人がどん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 もっともっと増えていったら、ブラック企業、裏社会の人たち、闇の支配者たちの力は低下するんじゃないでしょうか。
ですからね、好きなことを仕事にする、そういう風潮をね、私は広めていきたいと思います。いかがだったでしょうか。私はね、もう一つ身近なところで愛と感謝のコミュニティをですね、作っていきたいなと思っております。ぜひね、皆さんも私に力を貸していただければと思います。以上、今回はここまで。いいねボタンのクリックよろしくお願いいたします。チャンネル登録もぜひぜひよろしくです。愛と感謝ですよ。ご清聴ありがとうございました。